夢が叶う時。新日本プロレスのレスラーになること。20代のうちに IWGP ヘビー級チャンピオンになること。東京ドームのメインイベントに立つこと。これが俺の夢ですね。自分の新日本プロレスへの思い、新日本プロレスのこだわりは絶対誰にも負けません。内藤哲也、よろしくお願いします。ありがとうございました。まあこれもデスティーの運命でしょう。2018年1月4日、全ては今日、この時のために。挑戦者、内藤哲也。随分と背伸びをしてましたし、非常につまらないプロレスラーでした。それが今では、主役になると言わなくなった今、主役になってほしいと願う声が聞こえてきます。夢を語らなくなった内藤に、ファンが夢を見始めている。快挙達成。たとえベルトを持っていなくても輝くことができる、まさにプロレス界の中心です。東京ドーム大会のメインイベント、 IWGPヘビー級選手権試合は岡田和親対内藤哲也でよろしいでしょうか。東京ドーム大会までトランキア。内藤さん、焦んなよ。 IWGP ヘビー級王者岡田和親。新日本プロレス、いやプロレス界を背負い、数々の死闘を繰り広げてきた自負がある。これが王者の誇りが詰まったレーリングで、感情移入、できないでしょうねだってそんなに勝ち続ける人っていないじゃないですか。超人的なその強さ、常識の域は遥かに超えている。強すぎてブーイングもらうチャンピオンでは見たことないですから、 10-0 で内藤さんでもいいと思ってます。大内藤コールで内藤さんを迎えてもらって、内藤さんが負けるところを見てもらえればいいんじゃないかなと思います。因縁の2人、ついに運命の地で決する。MVP おめでとう。新日本プロレスの主役おめでとう。お前はそんなことで満足してるのかな。俺はな、お前とプロレスラーとして違うんだよ。本当にレベルが違うんだったら、ベルトがなくても輝けるだろう。東京ドーム大会以降、レインメーカーの真の姿がお目見えするんじゃないでしょうか。これが真の頂上決戦。 IWGP ヘビー級選手権試合、挑戦者内藤哲也 VS 王者岡田和親。